メタコメット産地はアメリカ合衆国ニューイングランド地方に位置する狭く急峻な断層地界からなる産地である。産地は広範な絶壁や素晴らしい展望、微気候から生じる生態系に加え絶滅が危惧されている希少な植物群落の存在で知られている。150万を超える人口集中地帯からわずか10マイル以内に存在する 重要なレクリエーションの供給源であり、4つの長距離、ハイキングコースの拠点となっているほか、12に及ぶ公園やレクリエーション地区に加え、複数の州指定もしくは全国的に知られた史跡が存在する。それが有する自然及び歴史、レクリエーション的価値により、産地では地元自治体、州当局、連邦当局に加えニダースに及ぶ、 NPO 法人が進行中の環境維持活動に勢力を傾けている。メタコメット産地はロングアイランド湾に面したコネチカット州、ニューヘイブンやブランフォードからマサチューセッツ州内のコネチカット川流域を横切り、バーモント州やニューハンプシャー州との宗教からわずかに3キロメートル南のフランクリン郡北部にまで至り、その延長は100マイルに達する。 近隣のアッパラチア山脈や周辺の高地と比較してメタコメット山地は生成時期も地質学的に新しく周囲と異なって火星岩の一種である玄武岩と堆積岩が断層によって数十メートルの厚みを持つ傾斜した地層を成しているすべてではないが大部分において玄武岩の層が一般的で至るところでで路頭が見られる山地の最高地点は 海抜370メートルしかないが、全体的な平均標高は220メートルほどあり、谷底からの眺めは素晴らしく、山並みが急峻にそびえ立つ有様が楽しめる。ポール・リリアによる、メタコムこの特徴的な地形の名称について、統一されたコンセンサスは存在しない。メタコメット産地メタコマットリッチのうち、マサチューセッツ州のベルチャータウンにある、ホルヨークレンジから、 コネチカット州、メリデン近郊のハンギングヒルズまでの間をトラップロックリッジと記述する資料も見られる。国立公園局の2004年のレポートではトラップロックの両線をマサチューセッツ州グリーンフィールドからロングアイランド湾まで延長している。シエラクラブはトラップロックリッジをコネチカット州内に留めている。地質学的検知からも景観からしても 玄武岩のトラップロックの両線は、マサチューセッツ州ベルチャウタウンからロングアイランド湾のコネチカット州ブランフォードまで71マイルに及ぶ連続した景観的特徴をなしており、分断されているのはコネチカット州北部のファーミントン側の峡谷とマサチューセッツ州内のウェストフィールド側及びコネチカット側に限られる。2008年1月までアメリカ地名委員会は、 いくつかの小さなオネスジを除いて、メタコメット産地メタコマットリジー、や、トラップロックリッチトラップロックリッチを含む、いかなる名称も認めていなかった。地質学者はこの産地全般を表す場合は、通常地質学的検知から、トラップロックリッチもしくは、トラップロック山脈、あるいは、有史以前の地質学的特質に関する専門用語を用いていた。 さらに問題を複雑にさせることに、トラップロックと呼ぶにたる特徴を有しているのは、山地を構成する岩層のうち、南側4分の3の最上層に過ぎないという事実があった。堆積岩層も、山地を構成する重要な一部であり、特にホルヨークレンジからバーモント州境付近にかけてのマサチューセッツ州北部から中部の35マイルにわたる区域は、 地質学的に見て大積岩が主体となっている。この記事では、メタコメット産地全域を対象として、その地質学的広がりを説明していくこととする。地名の、メタコメットは、17世紀のワンパノアグ族の州長、メタコメットに由来する。彼は17世紀中盤に勃発した、フィリップ王戦争の間、一族を率いていた。メタコメットは、 初期のニューイングランド入植者からは、このフィリップ王という名で知られ、そのため、メタコメット産地にある地形などには、メタコメットトレールや、メタコメットイコールモなどノックトレール、キングフィリップ洞窟、キングフィリップ山、セイチェムヘッドなど、メタコメット州長に関連して命名されたものが多い。伝説によれば、メタコメットは、コネチカット州、シムズベリーを焼き打ちにした後、 彼の名を冠した洞窟のそばのタルコット山から、その燃やがる様を眺めていたという。メタコメットあるいは、キングフィリップという名前は、ニューイングランド南部において、少なくとも16箇所の地名と75を超える、事業所、学校、市民団体の名称に用いられている、ロングアイランド湾側から見ていくと、 メタコメット産地は並列する二つのオネ筋から始まり、その間には関連する福オネとロ頭がある。校舎の例として、高いビュート状の崖がある、イーストロックと孤立した岩峰である、ピーターズロックの名を挙げておく。メタコメット産地の西側の両線は、ニューヘイブンのウェストロックリッジから始まり、スリーピングジャイアント山、サンフォード山、ペック山、プロスペクトリッジ山と続いて、 メリデンのハンギングヒルズの西4 4トルのコネチカット州サジントン付近にある小規模な一連の路頭に至るまでおおむね2 6トル続いている。東側では岩丘である標高4 0ルのビーコンヒルから始まる。この丘はブランフォードの郊外でイーストヘイブン側の三角港を望む位置にある。メタコメット山地はトラップロックリッチとして マサチューセッツ州ホルヨーク近郊の富山へ向かって北へ9 7トル続く。そこで両線は一旦途切れ、コネチカット側を東に渡ってホルヨークレンジとなり、マサチューセッツ州ベルチャータウンの手前まで1 6トルほど伸びている。狩猟の周囲には平行したオネスジが散在し、コネチカット州ロッキーヒル周辺の丘陵やグランビー、 近郊のバーンドアヒルズなどが挙げられる。トムヤマとホルヨークレンジの北では、トラップロックの岩層が侵食しているため、明瞭なうね筋は失われている。その規模をなす堆積岩層は存在するが特徴に欠けている。ホルヨークレンジとポコムテュクリッチの間の1 4トルは、堆積岩を基盤とした、わずかな突起しかない、なだらかな平原状となっている。この地域で、 唯一明瞭な山と言えるのが、マサチューセッツ州ハードリーにある、ワーナー山であるが、西へ広がる、大石岩の岩層とは、性質の異なる、変成岩からなる地形である。メタコメット山地のトラップロックの路頭としては最も高いトム山からの長望メタコメット山地は、ポコムトゥクリッチから、再び標高が上がり始め、シュガーローフ山と山地の最高峰である、トビー山が並び立つ。 この二つの山は、侵食に強い堆積岩から成り立っている。シュガーローフ山の北から、ポコムトゥクリッチは、マサチューセッツ州、グリーンフィールドまで堆積岩と玄武岩の岩層が入り混じりながら続いている。グリーンフィールドより、北、バーモントニューハンプシャーマサチューセッツ山宗教が接する、地点から 3km 手前の地域では、メタコメット山地の様相は堆積岩からなる。 不明瞭な丘と低い森に覆われた山頂へと移り変わり、玄武岩の路頭もわずかなものとなっていく。コネチカット州内におけるメタコメット山地の最高地点はハンギングヒルズのウェストピークである。マサチューセッツ州内におけるトラップロックの山頂としてはトム山が最高だが、大石岩からなるトビー山が最高峰である。見た目として言えば、 メタコメット産地で一番狭い部分はマサチューセッツ州のプロビン山とイースト山で1キロメートルに満たない幅しかない。逆に最も広い部分はトトケット山で幅は6キロメートルを上回る。しかしながら産地のほとんどにおいて並走する低い丘陵群と関連する地層の広がりが実際の地質学的検知からしてメタコメット産地の幅を目立つ。 主猟部の身よりもいくつかの地域で1 6トル以上に押し広げている。メタコメット山地に降り注いだ洪水の多くは、ホールズ川やディアフィールド川、ウェストフィールド川、ファーミントン川、個人小川等の支流を通じてコネチカット川に流れ込む。コネチカット州南部では一部がクイニピアック川へと流れていく。メタコメット山地の周囲は森林や農村、 郊外の住宅地といった景観となっており、そしてニューヘイブンやメリデン、ニューブリテン、ハートフォード、スプリングフィールドといった大都市からも10キロと離れてはいない。グリーンフィールドやノーサンプトン、アマースト、ホルヨーク、ウエストハートフォード、ファーミントン、ウォリングフォード、ハムデンなどの小規模な地域は産地と隣接している。断層により画面の左から右方向へ傾いている。 トラップロック層。メリデン近郊のハンギングヒルズ。メタコメット産地の岩盤を示す地質図マサチューセッツ州ホルヨークレンジのベア山にある旧斜面体積岩層の直上にトラップロック層が明瞭に観察できる路頭。コネチカット州プレーンビルの石切りバート。メタコメット産地の形成は山上期からジュラ期にかけての2億年前に起きた。 大陸規模のリフト形成プロセスによるものである。産地に存在する玄武岩の誓いは、北アメリカ大陸をユーラシア大陸やアフリカ大陸から分離した、慎重作用によって生じた断層から、幾度となく噴出した数十メートルの厚みを持つ大規模な溶岩流による。本質的に、現在メタコメット産地となっている領域はかつて、後に大西洋となった。 第一高代の東にあった、死脈状の地溝であった。玄武岩は暗色の噴出性の火山岩である。鉄を含む金属成分が風雨にさらされ風化することで、錆色がかった褐色を示し、その度合いに応じて赤から赤紫の色調を帯びている。玄武岩はしばしば五角形から八角形の中上にひび割れ、特徴的なポストパイルの外観を形作る。 玄武岩の瓦礫でできた急斜面はメタコメット山地の断崖の元に至るところで目にすることができる。今、メタコメット山地を構成する玄武岩溶岩の噴出は2000万年以上の年月にわたって生じたものだ。散発的に生じる噴出の間に生じた侵食と剥離による砂液が溶岩の上に堆積することが繰り返された結果、最終的に され奇想は圧縮されて堆積岩となり、玄武岩の間に岩層を生じることとなった。こうしてできた玄武岩と堆積岩のレイヤーケーキは断層により分断され上向きに傾斜することとなった。引き続き生じた風化作用は玄武岩層よりも脆弱な堆積岩層の多くを削り取り、急峻で傾いた橋を有する玄武岩層を露出して、 今日に見る明瞭な直線上の稜線と劇的な壁面を作り上げた。このレイヤーケーキ構造の痕跡はマサチューセッツ州のホレオークレンジにあるマウントノーアトチューックで見ることができる。ノーアトチューックの山頂は玄武岩だが、その直下はホース洞窟という名の深いオーバーハング構造を成しており、直上の玄武岩層より急速に堆積岩層の 侵食が生じたことを物語っている。同じマサチューセッツ州内にあるシュガーローフさんとトビー山もより大規模なレイヤー景気ー構造のサンプルと与えてくれている。シュガーローフさんでは加工室砂岩が基盤層をなし、その上の中間層がボコムテュクリッチでよく見られる玄武岩のトラップロック層である。そして最上部がトビー山歴岩として知られる。 堆石岩の一種の歴岩からなっている。大陸規模の地高形成活動が生じている。期間中、断層活動と地震により地層は大きく傾き、その後の風化と氷河活動により砂岩と玄武岩、歴岩の各層は三つの個別の3階として今日、姿を表している。トビー山とシュガーローフ山の山頂はトラップロックではないが、 同じ地高形成と流起活動をその起源とするメタコメット産地の一部分である。メタコメット産地にあるすべての山のうち、コネチカット州ニューヘイブンにあるウェストロックだけは突起に値する特徴を持っている。なぜならば、その山体は産地の大半を形成する火山活動によって生じたトラップロックで形成されているわけではないからだ。正確なところ、これは 溶岩が地表に溢れ出た河口内に残された巨大な岩脈から成り立っているのである。トラップロックの断崖はメタコメット産地における有史以前の地質学的活動の最も明白な証拠ではあるが産地と周囲の地勢を構成する堆積岩には三畳紀からジュラ紀にかけての古生物の化石が含まれており同様な重要性を持っている。化石としては 特に恐竜の足跡が顕著だ。コネチカット州ロッキーヒルの州立公園では2000を上回る申し分なく明瞭なジュラキ初期の足跡が発掘されている。ホリヨークやグリーンフィールドの近郊でも同様の重要性を持つ発見がなされている。ノーザンカパーヘッドメタコメット産地はこの地域としては例外的な微気候の組み合わせを生み出している。熱く乾燥した上層部のオネスジには オークサバンナが広がる。大半はチェスナットオークで、その根元に様々な仮想植物群落やシダ類が繁茂する。不毛の断崖には乾燥に強い鉛筆美白芯がへばりつき、斜面の裏側では近隣の高地やアパラチア山脈に類似した植生を見せる傾向があり、北方紅葉樹林やオークイコールヒッコリー樹林型の生態系に一般的な品種が見られる。 カナダツガは深い峡谷の中の日光が遮られ湿潤で冷涼な環境に見られ、同じところに冷涼な環境に生育する植物種が繁茂している。外下の急斜面は栄養素に富み、この地域ではあまり見られないカルシウムの多い環境に適合した植物が生育している。数マイルにわたって続く高い崖は猛菌類の生息に理想的で、 メタコメット産地は季節ごとに渡りを行う猛禽類の飛行ルートとなっている。ラムズ、ヘッドレディーズスリッパメタコメット産地の地形がこのように多様な地性を形作っているため産地が生息域の北限もしくは南限となっている種が数多くある。それ以外は全国的あるいは地球規模で見られる稀な種と考えられる。 産地に生息する希少種の例として、内はサボテン、アメリカハヤブサ、ノーザンコッパーヘッド、ショーイーレディーズスリッパ、イエローコリドリス、ラムエス、ヘッドレディーズスリッパ、バジルマウンテンミント、デビルズビットリリーなどがある。メタコメット産地はまた、地域にとって重要な耐水層を有している。数多くの自治体が公営水道の水源として利用しており、コネチカット州では、 タルコット山やトコケット山、ソルトンストール山、ブラッドレイ山、ラギット山、ハンギングヒルズに貯水池が設けられている。マサチューセッツ州のスプリングフィールド都市圏の水源は、プロビン山とイースト山にある。有史以前の巨大なビーバーの一種は、ポコムトクの伝説の下である可能性がある、メタコメット山地周辺の谷筋では、少なくとも1万年は、 アメリカ先住民が居住していたものとみられる。このエリアで活動していた主要な部族は、クイニピアック族、ナイアンティック族、ピクオート族、ポコムトゥク族、モヘガン族である。先住民は、トラップロックを使って、石器や矢尻を作り、マラコット山地周辺で、狩猟や採集、魚の捕獲により暮らしていた。尾根に囲まれた、 谷川沿いの森林地帯では時折焼き畑によるトウモロコシや西洋カボチャ、タバコや豆類を栽培していた。先住民族の信仰には稜線や周囲の地形などの自然の特徴が取り入れられている。先住民に伝わる多くの物語がその後この地にやってきた植民者の民間伝承に取り込まれていった。巨大な石の精霊であるホボウモックは 多くの物語に登場する大建物であり、コネチカット州、ミドルタウンの東で、数百マイルにわたって南へとまっすぐ流れていた、コネチカット川を東へねじ曲げたことで有名である。また、ホボーマックの活躍として、今のマサチューセッツ州にあたるコネチカット川の谷筋にいた巨大な一食いビーバー大事の伝説もある。ヨーロッパ人の入植者によって聞き伝えられた伝承によると、 そのビーバーの死骸は、メタコメット産地のポコムトゥクリッチの一部として、目に見える形で残っているという。さらに伝説は、ホボーマックは、後にコネチカット側をねじ曲げたことにより、罰を受けて、永遠の眠りにつき、南部コネチカット州内のメタコメット産地の一部である、スリーピングジャイアント山として、人に似た姿を残していると伝える。 このように伝えられてきた現象の中には科学的事実のかけらが含まれているようだ。例えば、巨大ビーバーが住んでいたと伝えられる大きな湖は1万年前の表記後に存在していたヒッチコック湖に非常によく符号する。また巨大ビーバーもまた実際にその当時に生息していた熊ほどの体格を持つビーバーの絶滅種カスタイズをハインシスと符号する。 メタコメット産地の多くの地形が未だにアメリカ先住民が名付けた名称のまま呼ばれている。例えば、ベセク、ピスタパーグ、個人賞、またベセット、メタコメット、トトケット、ノーアトチューク、ホッカナム、ノノタック、ポコムトゥクなどである。木炭製造用の焚木メタコメット産地周辺の過酷にヨーロッパ人の入植が始まったのは17世紀中央においてである。 森林は伐採あるいは燃やされて農地と化し、かつて一つながりだったニューイングランド南部の森は19世紀にはほとんど丸裸となってしまった。メタコメット産地のような急峻な地形は穀物栽培には向かないため植林事業が行われ、アパラチア山脈中部で採掘された石炭が燃料として取って代わるまで木炭産業が手広く行われた。 他のケースでは、両線部の森林が低地から火をかけられ、その後の高地では放牧が行われた。メタコメット山地の急斜面からは、トラップロックが採集され、家屋の基礎として利用されている。コネチカット州北部のピーク山のふもとからは、同鉱石が発見され、囚人を利用して採掘が行われた。囚人が収監されていた場所は、オールドニューゲート刑務所として保存されている。 19世紀には工業化の波が到来し、メタコメット産地周辺の河川にダムが築かれて発電所が設けられ、近隣の市町に労働力の拡大をもたらした。工場へさらなる燃料を共有するため、さらに産地は切り開かれ、ハゲ山溶かしていった。トラップロックと砂岩も舗装用石材とブラウンストーンとして建材として多用され、産地からの切り出しが進んだ。 輸送のために河川まで線路が敷かれ、橋気や船に積み替えられて運搬されていた。トマス・コール、ザ・オックス・ボー、1 8 3 0